こっちの方は誰からですか。はい、こっちの方は知り合いに日本語教えた方がいい。次間違えちゃう。あ、そのえぇ、我々海外旅行アプリニュートのトラベル大臣に就任いたしました。ありがとうございます。簡単にね、海外旅行ができちゃうっていう超便利なアプリなわけですけど、はい、それの仕事で今海外に来てます。イエーイ。僕たちが来てるのはインドネシアのバリ島です。バリ島来たぞー。初めて、初バリですね。初めて。もうざっくりとリゾート地ってイメージがある。そうだね。そうそう、はい、もうまあこの感じ見りゃ分かるでしょっていう。まあね、うん、何間違えちゃったの。いや、今のところ俺の中であのベストカントリーがタイになってる。それをもうちょっと毎度更新していくために前回行った国のこれ着ていこうかな。そんな背負ってるんだ。そういうルールあるんだ。 OK、 じゃあ行きましょうか。忘れ物ないように。はい、マジマジずっと回しといてよ。すみません、俺が何するか分かんないよ。本当に糸清水は何するか分かんない。カメラ回ってんとかでずっと意味わかんないこと言ってた。マジ怖かったな。やべえ、パンツ履いてた。うわ、終わった。履いてねえ。逆だ、逆。あ、逆じゃねえわ。お前、何が逆なんだ。ビラじゃない方のブリアリゾートっていうこの、うん、この内装も半端ないけど、全部すごい、一応おお、すごーい。やばい、やばい、すごーい。これすごくない？うわ、下やば。下やばいでしょ。ルメール何々になってたんだ。あれやばいでしょ。おお、やばい。てか何か。そうなんだ、そうなんだ。てか扉出たらね、結婚おめでとうって、ね、書いてありました。あ、見てください。出たよね。え、今止めちゃったんです。これ食べますねって言ってもらう。ああ、いや、結婚の話でもちょっと。じゃあもうロケは基本的に回しっぱじゃないよ、ロケは。あと止めるときは止めるって言わないの。基本的に止める瞬間ないんだって、ロケは。ロケは、ロケは基本的に。もう一回今のやってよ。俺プンさんだとして、これ。いや、これ、いや、結婚って扉書いてあって、こうやって。すごい。カメラ、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 カメラ。これ、これ。バリ最後の夜、俺たちのバリに頑張り、頑張り、頑張り。至難の技。いや、しかしやっぱ旅先のこういう関係なくビールを飲めるっていうのはいいものだな。ねえ、こういう感じね。 I love sunset。 あれ、メンさん。 I love sunset。 え、今メンさん来てたよね。うお、あの人バリ好きって言ってたわ。そういや、そうなんだ。あの人バリ好きやな。バリバリ好きね。あれ、え、今いなかった。なんか みんなのあれじゃん、走馬灯じゃん。ほんと死ぬの俺だ。すごい。走馬灯しまった。こいつです。こいつが今から我々の敵です。これね、しっかり触ったことないから、どんな感じなのかどうかも分かんない、うん、いや、すごいですよ。はい、チャット GPT これですよ。こんな英語だらけで使いこなせるんですか。日本語で打てば日本語で返してくれるか。あ、うん、まあさすが AI、そこはね。ちょっとさ、俺完全デビューだからさ、うん、チャット GPT で遊んでみたい。ああ、いや、それがやった方がいいです。え、これもう話しかけモード。これはい、おお、上に 3.5 と 4っていうのが出てきて、おお、さっきより見やすそうです。何から始めますか。東海オンエアご存知ですかからいきますか。気になる。ちょっと1人1個ぐらいアイスブレイクやろう。そうね、これもね、際どいよね。こういう固有名詞は弱いんですよ。なるほど。はい、東海オンエアについては知っています。お、ありがとうございます。人気 YouTube グループで M6 人すべて男性、徹夜渋い、無品質、量無違いのやつ。そしておおえおいおいここまで間違えるかい。わ、すごくない。上手やん、笑いが。そして強い、すごい意識。おい、4文字しか合ってねえぞ、ひらがな。え、これ意図的にボケたってこと？いや、それそんなことないでしょ。あ、ほら、2021年9月前だから知らなかったんだ。いや、これ痛い。そうで、ひろゆきだったもんね。これ、ひろゆきではなく夢丸ですって訂正してあげて、ちょっとね。そうね、自分で訂正してあげても怒った方がいい、夢丸は。あ、そのこの意外ではなく、あれあれなんか、あ、でもすごい。きた、若干の誤字。それでいいんだよね。いける。それではありません。うん。ちょっと。
話し言葉とかでいけるのすごいね。再度訂正。そう、訂正してくれるから。訂正してくれるから。夢、ね、まあ、おー、出た出た。おにぎり食べないでもらっていい？なんで？全然よ。なんで？気になる。だって今の夢丸のさ、ネタじゃん。ネタだけど、俺が入りを喋らないでしょ。うん、え、そういうおにぎり食えるよ。仕事放棄？いや、放棄しないでしょ。これからラーメン食うよ。そうなっちゃうか。まあ、じゃあいいよ、食って。ちょっと違う、これから。許容するとか間違いない。はい。メアイカミン。お、Thank you。ルームサービスさん。ルームサービス来た。はい、ご注文のレゴでございます。おー、おーっとっと、ちょっといろいろ見たいね、これね。あ、ほんとだね。そういう、そういうマジやばいのやばい。人がいますね。あとね、見てください、これ剣だ。剣があるってことは、まあ戦いの場ですよね。来るか。ちょっと分けちゃいますよ、うん、これとかもう完全に刺したらこうやって動かせる系なんだ。こういうやつね。すごいね、やっぱ分かんだね。でもそれが腕とかのこういう感じかなと思ったら多すぎる。はい、何ですか。お待たせしました。え、何が。お待たせしました。ありがとうございます。え、パパーダメですよ、3時間しかないのは。ん、え、あ、何をやったー。おにぎり食べてたよ。絶対この赤がメイン作品だわ。使うの細胞の方だろ。うん、それまでこの地味な色たちでいろいろと組んでいかなければならない。この最初の地味な作業が後に生きてくる。気になるな。え、ちょっと思い切って食ってんだよ。出前頼もうかな。やばっ。うわ、そっちのはクオリティなんか、うわっ、もう食いに行っちゃう。何時間ってこれあっという間じゃない。今何分経ったの。今ちょうど30分経ちました。早っ。早くないか。スピード上げ目でいかないと。ちょっと上げるか、スピードか。しっちゃね。だいたいロボットってさ、この人間でいう骨とか筋肉とかの人体模型って感じになるんだよ、はいはい、そこにこうパチパチこう鎧をはめていくみたいな、うん、ああ、いいじゃんそれ。あ、鎧っぽ。そう、鎧っぽさ出しといてくれたら、こっちでロボットを組み上げ、ロボットを組み上げる。ロボットを組み上げると言ってるから。マジで？何これ。ここは東海湾の哲也さんにね、あのお願いをしまして、ちょっと壁紙の方に見せていただきました。お前好きだよ。このためだけに写真撮影してたの。すごいね。すごいと。これな、何ですか。これ何て書いてあるんですか。の岡崎シークレットマジック。待っとけよお前。これあるじゃないですか。え、ちょっと待ってよ。な、中が言っちゃいけない。おもろすぎるかもしれない。バカ言っちゃいけない。シークレットなら R だと思うかな。いや、確かシークレットだろ、うん、シークレットだったら、え、そうね、SECRET。 これは、これ違う違う、だからこれ SECLET で検索する。重大じゃん、これ。いや、これ検索すると、うん、セクレット。セクレットです。岡崎セクレットマジック。重大なセコーミスが来てる。え、誰も気づかなかった。え、全然重大だよ。全員気づかない。こんなんガチ系案件じゃん。え、すごい。なんでなんでしょうね。俺ら全員、デザイン会社全員、誰も気づかない。全く来てんの。施工会社から誰も気づかない。セクレットマジックじゃん、マジ。めちゃくちゃ甘いよ。マジで待って、ほんとに。いや、ここ来た人も誰も気づいてない。天才じゃん。いや、この顔がちょうどいいわ。いやー、この顔はいいじゃん。まるこいつセクレットマジックかもしれない。これマジで、まあ、バッテンザーの人がいいじゃん。やったらバレちゃうやんけ。間違いすぎだな。ここからは小さいこういうお菓子をどんどん買っていきたいと思います。大事。この辺も強みでしょ。電源切れちゃうよ。そうなんだよね。いいでしょう。これでレジに持っていきたいと思います。え、やばいじゃん、やばいじゃん。そうだよね、こうなるよね。そうなんだ。高すぎないか。でも俺入ってくる時にはこうなると思ってなかった。あ、お、え、何大丈夫。ちょっとレジの形状で、はい、はい、300件超えると300ができないので、ここまでここがこれだけ打てなかったってことはレシートが別になるってこと。別になる。これはじゃあ買わないです。えあとやめてあとやめてもらって。最初ボールすぎるから。なるほどね。合計はある。合計で今547点。おお、上振れ。これの中で上振れ。じゃあレシートを出してもらいます。お願いします。
お金払わないと出ない決まってるからバカはい、ということで、はい、みんなのレシートが出揃いました。オッケー、あー、自慢にならないよ。何やってんだこれ、画面外出ちゃってる明らかにね、おかしい人が2人いるんですけど、一回他の3人聞きますか。そうね、はいはいはい。レシートの長さ、はい、129.4cm。 おーおー、以上、え、誤差は 27.6cm。 おー、はいはいはい、27.6cm、 小山17、はい、112.5cm。 うえー、すごい、 2cm。 違う、リアクション間違ってる。186だから、お前ら計算早いと思った。2cm。 なので今回はそのクレイジーピノのルールにのっとって、ピノを2つ以上の食材で調理してね、新しいピノにしてしまおうというものです。おー、僕ら持ってきます。あー、美味しいの持ってきちゃうか。失礼します。おお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 、私が持ってきたピザ。ピザ、すぐ間違えちゃう。はい、爽やかお兄さんチームです。僕なんですけど、クレイジーピザということで、クレイジーピザ。皆さんって今まで食べたお肉の中で一番美味しかったお肉って何ですか？うわー、むずい。なんだろうな、マジでむずいな。どう焼肉屋行ってもとりあえずネギ塩タン食って毎回うめえって感動してる気がしますけど。なるほどね。藤見さんは？名店のロースとか超うまいっす。ロースね。ロースってやっぱなんか今あんま食べないんだけど、まあえぐいね。はい、りょうさんは？なんか言ったじゃん、昔どこだな、夢丸と雪月花。あ、雪月花、はい。で、食べたブランド牛がやっぱり美味しかった。あ、うまいね。生意気言っとっちゃかんぞ。なんで、あんたら生意気ばっか言っとっちゃかんぞ。めちゃめちゃ謙虚だって。いい焼肉やってて別に誰でも答えるのと言ってたから。僕はあれですね、あの佐賀の旅で行ったジェリオカさんたちに食べさせてもらった佐賀牛がね、結構人生でトップで忘れられないんですけど、やっぱ皆さんもそういう体験してきてるはずだと思うんですよね。名前言っとんのか。言ってないですよ。あんたが一番いいと全然言ってない。あんたらね、それをさ、こう食べ比べとかさ、あんまりしないじゃないですか。いや、もうどうせ調子乗るんだったら、俺はね、この肉のこういう味わいがね、好きなんだよってとこまで行き切らなきゃと思ったわけです。はい、牛の美味しさを知っていただこうと。おー、今回はヒレ肉しかございません。やばっ。なにすごい。こっちの方は大丈夫なんですか。はい、こっちの方は何ですかそれ。あ、逆逆、手が手の裏を持ってか。暴れん坊チキンですね。ヤクト絶対おかしい、これ。原寸大って書いてあるんだけど、意味分かってなさすぎる。じゃあこれやん。日本語の深みとか言って遊んでる前に知り合いに日本語教えた方がいい。いや、もう本当にね、今まではいや、どっちもですかくらいのテンションでやらせてもらってましたが、はい、今回に限った話じゃないですけど、本当にまた任命してくださったことがどれだけ奇跡か。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。もう1年目みたいな気持ちで、はい、改めてここから高崎さんにこうお力を貸していただくみたいな、そんな気持ちでやっていかなきゃいけないなということで、はい、いつもなぜか3人じゃないですか。はい、これ普通に舐めてねと思って。確かに、よく考えたら確かにね。なんとなくそのちょっと場所もあるしね、うんうん、あんまり大人数でどやどや行くのはあれかなと思ってたんですけど、ちょっとガン首揃えてやっぱりこう挨拶しに行った方がいいんじゃないかなということで。そうですね。まあちょっと芝居はちょっとね、その無理やり引っ張り出すのも彼のね、ためになるか分かんないから、うん、まあ、休憩中なんでね、せめてあの2人はちょっと呼んだ方がいいかも。そう、せめて年上ちょっと来てもらわないとってことで、うん、今回5人で突っ込もうと思ったんですけど、はい、あいつ舐めてんな。遅れてる、遅れてるわ、ね、結局舐めてます。そうだよな。いや、まあでもちょっともう時間は迫ってきてるし、まあ待たせるわけにはいかないんで、うん、一旦我々だけでも過ごして、はい、後から合流にしましょう。あれは間に合うみたいですよ。あ、本当？はい。もう1年目の気持ちで頑張っていきましょう。はい、はい、それでは任命式の方に行っていきたいと思います。失礼し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 ます。おはようござい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 ます。ありがとうございます。5人を揃えてありがとうございます。はい、どうぞ。東海前 T シャツの方の携帯でありがとうございます。700チャンネル700万人達成
記念の記念のありがとうございます。スペシャルな、はい、ありがとうございます。どうぞ。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。この度は本日観光 PR のため平成28年度より岡崎観光連動士に任命しております東海オンエアの星眼鏡様、はい、ありがとうございます。ベッシア様、ございます。京様にお越しいただいております。ありがとうございます。まだすいません、おしりつ様とおかゆ様にもお越しいただいております。はい、ありがとうございます。大丈夫です東海オンエアさんのますますのご活躍と、そして皆様方のお力で岡崎がどんどん盛り上がっていきますことを期待いたしまして、まずは学歓迎のご挨拶をいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。先ほどメンバーのご紹介を間違えてしまいましたので、ここで改めてご紹介させていただこうと思います。前方から虫眼鏡様、はい、はい、星光様、哲也様、はい、上丸様、はい、京様の本日ご迷惑をかけました。はい、本日ご迷惑をかけました。はい、今日も仕事疲れたってばよ。もう仕事辞めちゃおっかなってばよ。こんなコンビニのおにぎりばっかり食う生活もう嫌だってばよ。ああ、はいはいはい、俺でしょ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 。じゃあ芝居さんどうぞ。この後ろのこいつ哲也でしょ。正解。まだある、まだあります。わかりました。ああ、もういっそこのまま誰もいないところに逃げちゃおっかなってばよ。いや、こんなことで逃げてられ、はいはいはい、はい、この後ろも哲也くんが散歩してます。はい、残念。これはやられてる。ブレイクあるの？やられる。ブレイクあるの？こちら後輩の沢翔です。気持ちいいわ。あとで呼び出そう。説教。ラストのストレート、あー、ここね、ここ普通に取れた感ある。うわー、長えわ。毎日これ行ったり来たりしてね、週5でしょ。6年間週5で。そりゃね、ガリガリになっちゃうわ。だって有酸素運動だもん。ね、確かにね、普通にね、体力はつくわな。何食っても太らんわ、それ。うわ、懐かしい、これ。うわ、もうそろそろ掃除の時期が始まるのかな。ね、初めて 25m 泳げたの何年生だった？小1からプール行ってたから俺高1だよ。逆に高1ができるパターンある。それは陸上の男すぎるだろ。以上でした。いやー、素敵でした。ナイスルート、通学路。あ、よかったですわ。中盤以降が結構あんまり見どころなかったと思うんですけど、まあ、前半のあのちょっと裏側のところは相当強かった。ワクワクしちゃった、うん、いいね。東海オーカー？東海オーカーじゃないです。東海オンエアです。僕だって次行きましょう。次って言ったらもう目の前なんですけど、ここ、あ、伝説のドブ川ドブンのドブンです、はい、あ、じゃあドブ川ドボドブ川ドブンのドブ川です。ここだったっけ。ここだな。さて、これ下に持っててかっこいい。どこで勝つの？いや、本気よくちゃった。いや、マジ本当にほったらかいすぎだよ。マジとしみつ結構怒るんです。いや、マジなの？社長がとりあえずとしみつを更生させるコーナー。いや、としみつ怒んなって。いや、怒ってないです。なんだ、やめろよ。やめろって。これなんで書いてあるんですか？これ逆者これなんて、これなんて、リキッドって書いてある。